こんにちは。アマゾリスサポーター堀秀夫です。今日は FBA 在庫の適正化、これについてお話します。この画像自体はね、1万ドル目標にしましたと言った会員さんの、在庫の適正化をしましたという、動画を作った時の画像なんですけど、これ個別サポートを受けてない会員さんもね、この在庫の適正化というのは必ず行ってください。なかなか売上上がりません、利益上がりませんという場合にね、私はこの在庫の適正化、何をもってね、どの商品が売れてるのか、それをちゃんと補充してるのかをチェックしてから、どんな商品探しをするかのとっかかりにしてるんですけど、この売れて儲かる商品を切らさないように補充する、売れてない商品は扱わない、これを徹底するだけで、利益はだいぶ増えます。売上も増えます。ところが、できてない方、かなり多いです。ね、この、インベントリープランニングっていう画面で見るんですけど、インベントリープランニングクリックしてみす、あの、送ってくださいって言うとね、インベントリープランニングでどこですかということでね、見たこともないという会員さんが結構います。これはまずいです。で、インベントリープランニングをクリックすると、このようにね、在庫のパフォーマンスが出てきます。アカウントのパフォーマンスが出てきます。で、その中のね、このインプルーブセルスルーをクリックします。ここですね。そうすると、こんな風にね、この商品が90日間で何個売れました。今何個あります。ね。で、何かした方がよくことがあれば、これね、何かした方がいいですよというのが出てきます。正直、ある程度在庫入っちゃえばね、ここを見て、売れて儲かる商品を納品する。で、納品やめた、儲かんないとかね、売るのに日数がかかるとか、仕入れができないとかで、納品をやめた、商品をどういう商品か覚える。そして削除する。で、売れて儲かる商品は補充するのみならず、似てる商品がないかどうか探す。これを繰り返すだけでね、売上と利益が増えてきます。逆に売上利益が増えてない会員さんは、ここをできてない場合がほとんどです。で、個別サポートの会社はね、細かく商品個別に、これはどうして、こんだけ入ってるんですかとかね、なんでこれこんなに多く入ってるんですかとか、なんでこれゼロになってるんですかっていう質問をしてって、それを適正化するだけで、かなり売上伸びます。ね、現に子育てしながらアマゾンに取り組んでいる会員さん、在庫の調整だけで売上5000から7000に伸びましたというふうにね、この記事の段階だと作ってあるんですけど、実際これ7000どころか1万ドルを突破しました。ね。やることは3つ。売れてる在庫の補充。ね。補充が不十分なケースが多いです。なんでこれ在庫切れになってるんですか？うっかりしてたとかね、なんとなく、儲かんないと思ったとか、あんまり売れてないと思った。イメージでなく、このインベントリープランニングでしっかり確認してください。で、問題が発生した商品からの撤退。ね、問題っていうのはいろいろです。返品が多いとかね、仕入れができない。ね、赤字になっちゃった。そういうのはもう撤退します。で、撤退した商品はきちんと削除すると。この3つ、やるだけでカート取得率が上がって売り上げ伸びます。そして商品探しもやりやすくなりますね。個別サポートの会員さんは、ぜひ、ここをまめに見て質問してください。で、マニュアルサポート、チャットサポートの会員さんもね、この画面を見て、きちんと売れてる商品が補充できてるか、で、あるいは補充しすぎて在庫過多になってる商品はないか、それをチェックして、適正な在庫数をキープするようにしてください。また、ご質問、ご報告お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。